実は先日罰金を払いました。皆さんこんにちは、かのんチャンネルのせーのかのです。はい、さっき冒頭にも言ったんですけど、罰金を課されてしまいました。日本にはない制度だからもうかなりびっくりしましたね。ということで今日は一体何があったのかっていうことと、第二のかのが生まれないためにもロンドンの交通事情についてお話ししようと思います。それでは行きましょう。ひょっ。夕方5時ぐらいの話なんですけど、その夜4人くらいで集まって、うち1人の女の子のお家でご飯を食べるっていう約束をしてたんですね。車でロンドンまで来てた子がいたんです。ちょうど私が家を出ようとしてた時に、今家の近くにいるけどよかったら拾っていこうかっていうメールが来たので、おっしゃバリバリ電車で行けるけど、じゃあお言葉に甘えてみたいな感じで乗せてもらったんですね。その後にまた1人拾って無事お家に到着して、その夜は終えたんですけど、数日後車を乗せてもらった子からペナルティーチャージのチーズが届いたっていうメールが来たんです。コンジェスチョンチャージで160ポンドも請求されるなんてみたいなことが書いてあって、 なんだそれってふうに思って調べてみたら、ロンドンにはある決められた区間に入るにはお金を前もって払わないといけないっていう制度があるんです。それがいわゆる渋滞税っていうものです。ロンドン中心部の道路渋滞緩和を目的に導入された制度のことでした。コンジェスチョンチャージ、ここから入れば渋滞税かかりますよっていう看板は、渋滞税が始まる区間からは絶対置いてあるんですけれども、その子はロンドン郊外に住んでたっていうこともあって、やっぱり見慣れない標識にギリギリその区間に入ってしまったっていうことがありました。渋滞税が適用される時間が朝の7時から夕方の6時までで、5時半とか6時も直前ぐらいでギリギリに入ってしまったために罰金を課せられてしまうっていうことがありました。ちなみに当日の深夜24時までに支払えば1日につき 11.50 ポンドで、翌日の深夜12時までに支払えばそれが14ポンドで済んだんですけれども、車に乗った際に気づかなかったので払う余地もなく2日経ってしまって連絡が来たっていう話でした。2週間以内に払えば80ポンドで済むっていうことだったので、3人で割って罰金を納めました。これが3回以上未払いだと車両撤去される可能性もあるみたいなこともネットで書いてあったので、ロンドンはかなり車において厳しいんだなっていうことが分かりました。コンジェスチョンチャージは日本でいうと時間制限のある有料道路みたいな、日本みたいに払わないと入れないみたいな、そんな優しい制度じゃなくって、一歩でも入ってしまえばお金がかかる、選択の余地はなし、罰金になるとめちゃめちゃ金額が跳ね上がるっていうことがあったりだとか、そういうことがあると日本が恋しくなりますね。日本の方が分かりやすいので、本当に車をねロンドンで持とうと思ったり運転しようと思ったらかなり気をつけなきゃいけないっていうのが大変だなっていうふうに感じました。日本にはない渋滞税っていうシステムのことを今話したんですけれど、調べてみると2019年の4月の8日から昨日や新しい制度が導入されたんです。ウルトラローエミッションゾーン、日本語で超低排出ゾーンっていう制度がまたできました。渋滞税がかかるエリアに入る排ガス量の多い車は課金されるっていうシステムです。いわゆる簡単に言うと空気を汚す税みたいな感じですね。全ての車じゃなくって、14年以上のガソリン車と4年以上のディーゼル車に限るそうです。通常用車やバイクやバンであれば渋滞税の金額とはまた別に 12.50 ポンド、トラックやバスなど大型車はなんと100ポンドかかるそうです。ロンドンにはどうして渋滞税だとか低排出ゾーンっていう規制ができているのかというと、ロンドンの大気汚染対策のためだそうです。イギリスではディーゼル車が多くって、そういう自動車からの排出ガスの有害物質がお年寄りや子供たちに喘息など健康面での被害が深刻化してきてるそうです。ディーゼル車はガソリン車と比べて空気を汚すっていうので知れてるので、ヨーロッパではディーゼル車の販売の中止が相次いでるそうです。確かトヨタと日産がすでにヨーロッパでの車の販売を中止してるんですけど、それぐらいディーゼル車に対する規制の強化が進んでるんだなっていうことが伺えます。今回は友達に車を乗せてもらったっていうひょんなきっかけから罰金を払わなきゃいけなかったりとかもしたんですけれども、これをきっかけに、ね、私としてもいろいろ知れたのでかなり勉強になったかなと思います。ちなみにこの4人のうちご飯を食べた3人がこちらです。